今回はツナと小松菜のチャーハンの作り方を紹介します。小松菜の緑が楽しめる水チャーハンです。小松菜がたくさん取れるので野菜不足の方にはおすすめですよ。それでは作っていきましょう。小松菜は下茹でしたものを使います。よく絞り水気を切っておきます。水分がたくさん残っていると後でチャーハンにした時にべちゃべちゃになってしまいます。これを食べやすくなるように細かく刻んでおきます。材料は小松菜 100g、 ツナ缶 70g、 ご飯 250g、 生姜小さじ1、ネギ大さじ1、卵1個です。先にご飯とツナを混ぜ合わせておきます。ツナ缶は水分と油をしっかり切ってからご飯と合わせます。前もって合わせておくことでツナの旨味がご飯に浸透して美味しくなります。チャーハンを作っていきます。鍋をよく温め油慣らしをしておきます。卵を混ぜておきます。鍋に油が馴染んだら油を切ります。大さじ1の油を鍋に入れ卵を流し込みます。卵が膨らんできたらすぐにツナご飯を投入します。お玉を使いご飯を軽く叩くようにして広げ炒めていきます。ご飯に下味をつけるため塩を少量入れます。生姜を入れます。生姜をこのタイミングで入れることで食感と風味が残りいいアクセントになります。小松菜とネギを入れます。小松菜を入れたら水分をしっかりと飛ばすようにして強火で炒めていきます。醤油を大さじ1、鍋肌から香りが出るようにして入れます。和風な味付けにしたいならめんつゆを入れても美味しくなります。胡椒と味の素を少量入れます。あとは軽く炒め合わせれば完成です。皿に盛り付けます。小松菜がどっさり入ったツナの旨味たっぷりのチャーハンの出来上がりです。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。